はい、手持ちの積む全て紹介終了まで終わります。続きましては、モンスターズインクよりハッピーマイクですね。元祖マイクではなくて、後から出てきたマイクの方でございますね。はい。で、彼がね、どんな積むかっていうと、あ、狙ってんな。サリーちゃん出てきてくれた。まあ、ただこれ、古い方じゃなくて、新しい、古い方のサリーだから、あれですね。ガオーって脅す方のサリーじゃなくて、でっかくなる方のサリーですね。うん。またでっかくなる方のサリーは、いずれですね、紹介するターンが来ると思います。はい。で、このマイクはですね、なんと、サリーと今から漫才しまーす。なんでやねん、ビシで、点を稼ぐという、そんな積むですね。うん。でもなんか二人がお立ち台に立ってね、なんか談笑してるって感じがしますよね。はい。どうもマイクでーす、サリーでーす。ビシッってね、ボケて何のように突っ込まれるサリーっていう感じですけどね。うん。よいしょ。もう一回いけるか。おいし。あー、なんかね、このキャラを紹介する前になんか面白いネタでも考えとけばよかったんですけど、まあで、にしてもね、あんまりその、なんて言うんだろうね、貯めてないにも貯めてないじゃん。スキルがそんなに高くないわけでも、ん？スキル、ん？ん？スキルが高いわけでもないのに、29個も消せるっていうのはなかなかに上出来なんじゃないですか。まあ、ただ、やっぱりまだちょっとレベルがね、そんなに高くないので、18万、あ、でも18万も削れてたら、削れて、18万も稼げてたら、そこそこですよね。うん。ほい。ほい、じゃあ行きましょうか。どうもー、サリーでーす、マイクでーす。逆やがなー、ビシッ。ほい。ね、関西人なんですけど、このクオリティですからね。皆さん、関西人のハードル上げないでくださいね。これでも関西で生きていけますから。はい。で、関西っていうのは、どっちかっていうとね、ボケるよりもね、ツッコミのレベルが高い人たち多いですからね。うん。どっちかっていうと、私もツッコミハート自分に言い聞かせて生きていきたい。うん。ほい。どうもー。ランドールです。ブーです。どっちもちゃうかな、ビシッ。うん。ボケのクオリティ低いっしょ。はい。ということでね、マイクとサリーが漫才をして披露してくれるという、そんなツムでございました。ではまた次回お会いいたしましょう。300万点は超えましたね。はい。ありがとうございました。ではまた。